今回の舞台はドットと呼ばれる世界のようですね。辺りを見回す人魚姫の目に留まったのは、頬にたくさんの食料を蓄えた子豚たちの姿でした。それは食べて大丈夫なものなの？そんなにお腹が空いているなんてかわいそう。人魚姫の心配をよそに、子豚たちは遠くの山を指さします。見て見て、あそこに大きな竜がいるよ。とっても美味しそう。この世界はどうなっているんだ。それもこれも疑心暗鬼のせい。何を言っているんだ。すまない。本来はリミットバーストの力が使えれば一人でも問題なかったんだが。そんなことより、少女たちの餌食となる前にバハムートは飛び去っていきました。そんな少女たちに金髪の美男子は告げます。すまない、この世界の厄災を招いたのは俺たちだ。 3DCG ムービー化する巨大な力リミットバーストを使うことができたら、フィーナともはぐれずに済んだのに。 3DCG?子豚の少女たちは聞き慣れない言葉に首をかしげました。